こいつらの仲間が何のために。今すぐ身を隠さねば危険だ。アーニャは。このガキは何だ。まさか黄昏の通信のせい。にバリケード築いて立てこもってました。外務大臣のズラを黄昏本人に直に奪ってこさせてやる。のでないピストル。こそと西に肩入れする売国奴だ。本物の悪い人。男を捕らえました。さてと、それじゃあ黄昏君、よく来い。どういうことだ今。娘がいないぞ。こんなリスクを犯してまでのこのこと敵地に。だからガキは小さかった頃の自分を思い出すからだ。孤独や絶望とただ泣くことしかできない無力感。あのな、お嬢ちゃん。アーニャ。あのな、アーニャちゃん、才能がありそうな人を見つけてはいきなり勝負を挑んでるんだ。核は子供に頼らない。別の方法で練り直そう。よし行け。失態なのはあの子を危険に巻き込んだことだ。なくて俺はスパイになったんだ。あの野郎絶対に逃がすな。黄昏、銃はよせ。爆発するぞ。冗談だろ。振り向いたら殺す。なぜ娘の名を知ってるさ。それがスパイの仕事だ。お前に比べりゃ可愛いもんだが、エドが彼女がささやかな日常を送れることを願うが、二度と俺に関わるな。アーニャ。父。お前なんで、あ、いや、勝手に家出て何してんだ。父すごい嘘つき。そうか、楽しかったか。アーニャ、お家帰りたい。置いてかれたらアーニャ涙出る。